関東では日差しが届いてもにわか雨の可能性があるようです。現在の状況いかがでしょうか。はい、関東一旦、日照回復してきているところもありますが、はい、午後にかけても油断できません、はい。現在の状況10分天気で見てみましょう、はい。8時30分までの1時間にいただいております10分天気の実況報告と雨雲のレーダーを重ねています。現在ですね、茨城県や千葉県内ではまだ雨の報告ありますが、都心含め西の方からは晴れ間が出てきました。ただ現在なんですけれども、ちょうどですねこの辺りに前線帯が隠れているような状況です。局地天気図、こちら左側の画面ご覧ください。現在ですね、8時現在の解析で、このようなラインに局地的な前線が隠れています。東海西部の方に行きますと不明瞭になっていますけれども、東海東部から関東方面、この辺りではこのような前線があって、そしてここで風が集まって、日中もこういったところで雲が急に発生してくる可能性がある状況となっています。はい。この後の降水の移り変わりを見ていきたいと思います。はい。関東方面、現在まだ残っている雨雲一旦、少なくなっていく方向です。ただ先ほど見ていただいた前線帯のあたりからまた午後は雲が発達しやすくなります。気温が上昇しますと、さらにそれも手伝ってもくもくとした雲、入道雲が発生をしてくる予想です。特に午後から夕方にかけては山沿いなどでは発達する可能性があります。また平地、都心などを含めた平地でも朝の降り方よりも強い、にわか雨といったものがありそうですね。この後も天気の急変には注意をしていただきたいと思います。はい。今日は晴雨兼用の傘なども役に立つでしょうか。そうですね、はい。一旦晴れますと気温も上がってムシムシとした感じにもなりますのでね、日差しを遮ることができる晴雨兼用の傘などが一番適しているかと思います。はい。今は日差しが届いていても油断せず雨具などをご準備いただければと思います。はい。最新の気象情報はウェザーニュースのアプリでもご確認ください。